いやーどうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。先生お疲れ様でした。ありがとうございました。海野さん準備よろしいでしょうか。集中リレー大丈夫ですか。集中実験お疲れ様でした。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。一生懸命頑張りました。はい、うん、終わってみてですね、はい、実験はいかがだったでしょうか。体験してどうだったの。じゃあめっちゃ楽しかったです。なんか本当に集中できました。でしょ。はい、集中リゲインを飲んだらすごい集中ができました。初めてこんなに集中できました。そうなんです。ね、やっぱ集中を高めるってことは本当に大事だなって今回分かりましたね。分かりました。初めて分かりました。集中することとやっぱあちょっと若干力を抜く、これも大事だとね。そう、先生に教わりました、うん、ね、これね、お二人の脳の中では非常にこうドーパミンが出すぎてる感じなんですね、はい、でこのドーパミンの調整をしてくれるのがテアニンです。そうなんです。でこのテアニンのバランス、テアニンがバランスを取ってくれて、まあそうですね、お二人の興奮のちょっと抑制をかけてくれる、で興奮足りないなっていう人にはちょっとこう上げてくれる、そういう便利な物質がテアニンです、ね、すごいね、いいのができましたよね。神です、神です。鈴木さん本当に集中できました。え、できました。本当に集中できました。してますよ、はい、本当に超集中でした。本当人生で初めてこんなに集中できました。ね、本当そうそうそう、本当そうだね。そうですか。ね、こんな集中力持ったんで、あんなちゃん見たことないもん。今回すごいな、ね、今回すごい。本当に集中してた。してなかったでしょ。してたよ俺は。だってずっとさ、甲子園の話しかしてないの。本当に横浜勝ったとか勝ってないとか。違う違う違う、そんなことないよ。やっぱり常にこの集中、それも集中でしょ。そっかそっか、そう、そこでか。そうなの。あ、そういうことね。全て集中をね、保ってから。でも一問も正解してなかったよねっていうのは突っ込んでいいのかな。奈々ちゃんでしょ。一問もし、ね、飲んだはいいけど一問もあの当たってなかった。どういうこと、どういうこと。聞き目が遅いのかな。遅いのかな。いやでも聞いてます、聞いてます、すごい。本当、うん、聞いてる、うん、今来たんじゃない。今聞いてます。今やればできたかもしれないですね。すごい聞いてる。今やったらさ、あのできたかもしれないです。そうですね、あれ楽しかった。いやでもね、芸能界で一に争う、ね、集中力のない人ということで今日来てますけども、はい、一応そらしい。そうですよね、うん、集中力自分ないなって今まで思ったことってあります。あります。ありますね。どういうとこ、どういう具体的にはどどういうとこ。いやでも柳沢慎吾さんと仕事すると、本当大変なんですよね。なんかあのだってさっきさ、ずっと打ち合わせとかしてたじゃないですか。全く話聞いてないで、違う話しかしてないでさ、ずっとね、ずっと横浜高校の話してた。そうそう、本当に。じゃあのね、うん、僕誰説明聞いてるとね、途中で、ね、飽きちゃうんですよね。あら、人の話聞けないんですよね。わかる。分かる。私も5秒 で、 でしょ、うん、5秒しか集中力持たない。で俺集中しようと思ったらさ、奈々、ちゃんがさ、あの説明するのスタッフに、この子すごいよね、礼儀正しいよね、あのはい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 、声が大きいの、ね、はい、俺集中しようと思って、ここはこういう問題はどういう問題ですか、はいはい、何にも質問してないのに、はいはい、そればっかりさ、ね、そうそうそう、すごい集中でしょ、はいずっとですよ。ね、いや私奈々ちゃんは分かってると思うな。え、分かってて、嘘、分かってて、おばおばちょっと待って、携帯してないよ。やらしい。え、ちょっと待って。ちょっと、え、マジドン引き、ドン引き。先生営業妨害。ちょっと待って、ね、先生ひどくない。計算ですね。でも賢い人だと思う。え、なんかショックだ。あのね、奈々ちゃんはね、賢いね、頭いいね。え、ちょっと待って、私計算してないですからね。やめてやめてやめて。はいはいはい。いやでもたまにするときありますけど、たまにね、たまにないけど、考えないといけないなっていうときもあります。あるよ、あるよ、たまに。人間ですもん。そうそう、ありますよ、ね、はいはいはい。お二人の話聞いてるだけでこっち側が集中力なくなるんですよ。そう、すごい、ね、我々飲まないといけないな。よく僕たち二人をキャスティングしました。本当にこのボーカルで熱く御礼申し上げ、どうもありがとうございました。